駅前系万博会場駅時の駅舎会、地球博記念公園駅は、愛知県長久手周原が狭間にある、愛知高速交通東部給料線の駅である。駅番号は、L07。2005年日本国際博覧会、長久手会場北ゲートの最寄り駅であり、開業から2006年4月1日の駅名会場までは、万博会場駅を名乗っていた。会場と同時に、 愛知県立大学に近いことからの表記も付け加えられた。トランパスを使用した際、裏面には公園と印字された。これは万博会場駅の頃からそうであった。当駅の役座駅側には車両基地への連絡線があるが、配線の関係で本線から連絡線、あるいは連絡線から本線に直接入ることはできないので、 車両基地に出入りする車両はすべてあたり駅2番3番ホームの間の中線を経由する。なお、中線は藤ヶ丘方面のみ出入りが可能である。島式ホーム2面3線の高架駅。当線の中間駅としては唯一の友人駅であり、窓口開設時間は8時18時30分。バリアフリーの対応として、地上出入り口から改札外に3機。 改札内ホームに2機の合計5機のエレベーターを設置している。安全対策としてホームドアを設置している。4番ホームのホームドアには、愛知万博長く手会場の上空写真と4番ホーム付近から撮影されたと思われる写真が2箇所に貼られており、愛知万博開催当時を忍ばせている。出入り口は、県道側1箇所、公園側4箇所の合計5箇所設けられている。 当初、公園側の出入り口は3カ所であったが、愛、地球博記念公園に地球市民交流センターが完成するとそこにブリッジでつながる出入り口が新設された。2番出入り口と5番出入り口は愛、地球博記念公園の敷地内に直接通じているため、公園が閉鎖されている時間帯は利用できない。3番出入り口の脇には愛知県道6号。 力石名古屋線をまたぐように地下道があり、愛知県立大学の難問まで横断歩道を渡らずに行くことができる。愛知県立大学へは、県道側の一番出入り口を利用していくこともできるが、途中で横断歩道を3回渡る必要があり、また平日朝を中心に歩道、車道とも混雑しているため、愛知県立大学側は学生向きに3番出入り口から、 地下道を利用するよう促す案内を出しているほか、資格試験など、学生以外が多く来場すると見込まれるときは一番で入り口側を、ロープなどで塞いで三番で入り口方向へ誘導することもある。開業当初は万博輸送のため、本来の駅施設に仮設駅舎、ホームを増設した形態で営業を行っていたが、2006年より、愛知万博長くて会場跡地の再整備と同時に、 仮設駅舎の撤去工事を行い、同年6月下旬までに撤去を完了。急ピッチで、愛、地球博記念公園の開設に向けて整備を行った。また、同年4月1日より、駅前ロータリーが設けられた。これは、愛知万博会期中に、長くて会場、セット会場間を結んだ燃料でエンチバスの発着場だった場所を回収して使用しており、 駅の4番出入り口はここに直結している。2009年4月からは、愛知万博期間中は、会場と駐車場を結ぶシャトルバスの乗り場であった場所の整備を行って、リニモ利用車専用の月決め駐車場とし、パークライドによる利用の推進を図っている。駐車場の管理は、名鉄協商に委託している。当駅が万博会場駅として開業した当初は、 万博輸送対応のため、仮設駅舎及びホームを本来の駅舎の両側に2面増設した形態であった。出入り口はどちらも仮設部分にあって万博会場側に2箇所、県道側に1箇所の合計3箇所であった。このうち万博会場側の2つの出入り口は万博観客誘導のための動線が確保できるよう、それぞれ入り口専用、出口専用に分けて運用され、 エスカレーターが、それぞれ一基ずつ設置された。改札口は、仮設駅舎に、万博役者方面専用入り口、藤ヶ丘方面専用入り口の2カ所が設置され、また本来の駅舎の改札を出口専用とし、合計3カ所に分けて運用。また南側で入り口の階段下に、臨時キップ売り場が設置された。バリアフリー対応のため、改札内閣ホームに4基、 地上出入口から改札外に2機の合計6機のエレベーターが設置された。また、安全対策として、仮設ホームも含めてホームドアが設置された。愛知万博閉幕までの乗り場は以下の通り。愛知高速交通の発表によると、2019年度の1日平均乗車人員は2358人、1日平均乗降人員は4740人である。 名鉄バス、18、愛、地球博記念公園駅愛知県当時美術館、岸野団地瀬戸駅前土曜、休日のみ運行愛知高速交通、東武丘陵線公園西駅愛、地球博記念公園駅当時資料館南駅。ありがとうございます。